いいよ、頑張れ、遠征士君。こいつ、ルール意識高すぎる。絶対取るやん。いや、めちゃくちゃやろ。裏から回る、完璧か？危ない、カーリングラッシュが。やばい、連打が遅い。はい、どうも、みさみちゃん。繁盛です。見てください、この、愛の戦士という文字を。こちらですね、愛の戦士君がですね、僕のね、アドバイスを受けたいということで、いただきました、動画レーター。腕前 B の世界をね、彼に見せてもらいましょう。パブロなんで、彼は。素晴らしいプレイを見せてくれると思うんでね。いつも、まあ、視聴者に分かりやすくやってるんですけど、まあ、今回はまあ、程よくでいいでしょう。はい。彼ね、腕前 B は結構いいの持ってきたな。多分もっと低いやつがあるんですよ、愛の戦士くんは。B を持ってきたんで、ちょっと腕前 B の世界見るか。走り出した。すごいな、パブロステンって。パブロステンちゃんとみんな集めてこも、俺。すごい。こいつルール意識高すぎる。ルール意識、愛の戦士くん、愛の戦士くん、まずは1個教えてあげよう、愛の戦士くん。ここ。乗り完璧です。乗るまで早い。めっちゃうまい。ここで、人状態になって待っとくと、敵の攻撃、弾が通らないんで、こっちから方向が来た時にね、矢印入れときますけど、そうすることによって避けるんですけど、愛の戦士くんの場合は、この、敵がね、最も狙いやすい位置、ここで、くるくるしてしまったので、死んだのではないかと思われます。はい。まあ、友達なんで、まあ、ゆるくいきます、これは。まあ、でもいいよ。お前、味方強い。味方強いぞ。でもいいぞ。なんかルール関与ね、彼は、本当に彼はね、優しい人間なんでね、ルール関与でも、このルール関与の高さ、意識の高さがで、物語ってますね。あれ、突然めっちゃいいじゃん。それ回んのやめろ。矢倉回り。ああ、矢倉回り、回んのやめろ。それやばいって。それ見たことない、やってる人。でもいい。プレイから面白い。ちゃんとこいつリスポーンからボム投げること知ってる。ちゃんとスペシャル貯めてる。絶対取るやん。一番こういう人はねガチパー高いんですよ、実は。お、あれバブルだ、やばい、バブルはやばい、あー、バブルはやばい。バブルは今のはね、今みたいな測り方をした時はね、まあ、多分今即割りしてこなかったんで、前に抜けちゃう、前にここの右のスペース抜け切っちゃえば、そう、これバブル引いちゃったから、前に抜け切っちゃえば大丈夫ということですね、愛の戦士くん。そうすれば君は上手くなれる。相棒にね、ゲーム上手いんで、多分知識がないだけで、知識さえ覚えちゃえばどんな人でも上手くなります。はい、沼ちゃんです。はい、飛んじゃダメです、今のは。なんでさっきまで飛ばなかった、いきなり飛び始めたんだ。あの選手。突然飛び始めたぞ。さあ、行け。はい、ゴリ。彼はね、あんまりスプラトゥーンプレイしてないんで、それにしてはかなりね、これ、この動きジャイロオブじゃない？うまい、ボム。やぐらにボム置くの天才かよ。それ、X でも難しいぞ。腕前 X で難しいこと平然とやってのける。で、ジャンプマーク見てるか？あれも着地来るか？あれですね、着地溜まった。お、うまいうまいうまい。お、いいいい。やがらちゃんと柱使ってんじゃん。ああいや、これはしょうがない。俺も死ぬ。これは俺も死ぬからしゃあない。あ、しかも味方やがらちゃん乗ってる。えら。乗りついてる。いいよ。あ、でもこのジャンプは悪くはないかも。おー、うまい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 。うまい。うわ、乗り意識は高いわ。これはいいよ、あの選手。これは悪くないよ、かなり悪くない。カーリングボムしゃあないね。相手の銀モデラーのカーリングボムラにやられちゃったね。で、バブルちゃんと使ってくるね。ほんとこれ B 隊か、 B 隊選手はレベル高いぞ、普通に。みんな上手くなってんだな。うわー、寿司強い、今の寿司が強い。あ、必須うまい。いいよ、頑張れ、あの選手くん。矢倉上にボムの意識がね、すごい良かったから。あ、いいね、そのボム。もう一回ボム投げたいね。うまいうまいうまい。シンクロしてる俺の思考回路と。で、ちゃんと無理をせずに、ちゃんとボムで牽制してるの偉いな。さあ、これは危ない。うまい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 。何その突然の覚醒。うまいって、あれの選手くん。それはうますぎる。で、相手、ローラが矢倉の裏に、矢倉裏にいる。お、神ボム。これ見えてる。見えてる。うまいうまいうまい。ちょっとうまいしか言えない。着地かまさか。うわ、今の着地上げたら完璧やったな。スーパー着地を。かけたら多分やれてますね、このレベル帯は。かなり着地が最強スペシャルと言われてるんで、スペシャルをもうちょっと使えると完璧だったね。今の多分3立てしてたぞ。普通に動きいいな。やっぱルール関与を教えるのってすごい難しいんだけど、これ彼できてるんでね、才能です。素
プラトゥーンの才能があります。やばい、うまい。あ、それいい、それ最高最高。あ、ボムも着地の後のボムコロできてる。嘘だ、それ難しいんだぞ。難しいんだが、しかし、いや、ローラーは強えよ。パブロに対してローラーは強いからね。まあ、だが、しかし、いい感じに動けてる。これ、拮抗状態ですね、だいぶ。膠着状態です。さあ、この試合を、この展開、ダーツでね、やっぱ、愛の選手の乗り意識が解決してくれるんですけど、このローラーちょっと上手いんだよね、相手が、さっき。さあ、ちゃんと味方さん落ちは見えてるのか。愛の選手、お、抜けてる。いい裏取り、いい裏取り。ちゃんとインク回復して、裏から回る、完璧か。危ない、カーリングラッシュが。やばい、連打が遅い。着地使い、ナイス、刺さる、ナイス。うまい、うまい、うまい。いいよ、矢倉止まってるよ。なんかそのボムマジでクロートかあんだけど、うまい人のボムの置き方なんだってそれ。いいね。しかもすげえジャイロオブラ、これ絶対視点見れば分かるけど。ああ、ノリ意識が勝った、ナイス着地。ああ、神プレー来た、アイナ選手くん。いいよ、さあ危ない、危ない、ナイスナイスナイス。いいよいいよいいよ。うわ、これは確かに腕も上がるわ。うまいもん、普通にノリ意識が高いもん。おお、いいね、いい動きだった。めちゃくちゃここまで完璧だったね。完璧完璧、モデラーうまかったな、相手の。まあでもこんだけ進められちゃえば、あと11秒、10秒ですね。もうこれはもう完全にボム投げて、前の選手目の前ローラーいるけど、それ倒していく。天才かよこいつ。おい、やばい、うますぎるって。おい、何を教わりに来たんだこいつ。うまいぞアイゴリ、うまくない？アイゴリどうした、あんまり止めるとこないのやめろよ。ビートで無双してたぞ。あれ、前の選手うまい、もしかして。ちゃんと乗ってて10キロは偉すぎないか。マジか、これ割れてないだと割れてないだとこいつが。ギアめちゃくちゃやろはい、次の試合、チョウザメ造船、ちゃんとステージを分けてくれるあたり、さすが紳士、紳士ですね、愛の選手くんは。もうあいつ2試合適当に取ってこれだったらうますぎないか。ちょっとこいつ3時間分取っていいとこうまくいったところ送ったわけじゃないよな、愛の選手くん。さあ、チャージャー52ザップモデラー、まあ、ちょっとパブロ難しそうだけどね。このザップとか52みたいな射程の武器がたくさんいるとパブロってすごい難しいんだけど、何そのボム、どこで覚えたの、それ上手いんだけど。ちょっとそのボム上手いんですけど、これスプラトゥーンやってる人だったら分かるんですけどね、上手いっす、このボム。ちゃんと上手い。そしてヤグラ乗ってる。なんだこの着地の乗り継ぎは、仲良すぎるこいつら。ロボットもしゃあない。今のはヤグラの後ろに立ってればワンチャン当たらなかったけど、味方が乗ってくれるね、いいね。え、 B 隊の方が乗り意識高えな。 B 隊ってこんな乗り意識高いんだ、いいね。ちゃんと上手い人が集まってる、ルール関与が上手だね。アイナ選手目の前見えてるぞ。いいヘイト、いいヘイト、素晴らしい。パブラちゃんと戻ってこれるからね。うまい、ボム、それ刺さる、惜しい。今やってくれたからか。いいよ、乗り意識いいよ。こんだけ乗ってあの対面とかでさ、ルール関与しないとかでさ、俺がアドバイスするのは分かるけど、ルール関与しすぎっていうこれすごいわ。腕前 B とかあったらこっちの方がいい可能性あるしね。さあ乗るか、あやせちくん。ボクサーがさ、あの総合格闘技の選手にこれをやったお、ボクサーだったらやんない方がいいけど、総合格闘技だったらやった方がいい可能性があるからねとかいうぐらい畑が違うわ。パブロっていう武器と、さらにこのヤグラというルール、腕前 B。 さあこの後ですね、この後ボムから入っていきたいよね。いいよ、インカルトこんだけあるからボムがたくさん投げれるんだね。ギアも悪くないのかもしれない、愛の戦士ギア。さあでもこれ危ないぞ、乗ってるけど素晴らしい。さあ今のミサイルちょっと危なかったぞ、ヤグラが動いてるから良かったものの。さあちゃんとでもこの裏取り、裏を取っていく、素晴らしい。あ、なんかいた、なんかいたけど愛の戦士それ無視して、素晴らしい。何その乗り意識、素晴らしい。今一瞬乗って着地上げたら完璧だったけど、相手はなぜか着地を買ってくるっていう鬼みたいな動きしてきたな。さあ頑張れ。さあボム投げていいよ、いい位置、いい位置、ボム、それうまい。あ、着地や、ナイス、割れること彼は知っている、彼は知っていた、相打ちライス完璧や。さあでも相手は矢倉乗ってるからここ止めたい。関門を突破されてしまう、第2関門突破、第2関門突破されてここきついぞ、きついけど逆に
ノックアウトがしやすいマップでもあるんで、さあここからどうやってノックアウト持っていくか。まあ、前線を上げてヘイト回数だね。うまくないこの人、どうしたマジで。さあここで前を突き進んでいく。うわ超うまっ、これ超うめえわ。普通に S プラスぐらいありそう、今のエイムちゃんとバッて抜いてきたからね。さあでも愛の選手くんちゃんと飛ぶ。ステルスジャンプ積んでもいいかもね、愛の選手くん。ステジャン積めたらいいかもね、ギアが。さあちゃんと登って、さあ味方が3枚落ちちゃってるからね、この後の動き大事よ。まだ乗る、愛の選手は乗ります。さあ危ない、危ないが、危ないくん、すごいなこいつの動き。普通に生存してんの偉すぎかよ。見えてるよねちゃんとね、ちゃんと見えてるんだ敵。うまい。え、よくないボム乗っけてない今の、どうやって乗っけたの。下にちゃんとバウンスさせて、バウンドさせて入れたぞ。うまっ、それはうまいわ。さあ愛の選手こっからよ。さあ来るぞ。さあ見えてる、愛の選手が見えてるよ。さあ見えてる、いい着地、いい着地やっていく。あるよこれ、あるある、それ強い、それ強い。いやーでもナイスだわ、それはきついね。惜しかった、今の惜しかったね。さあ右側乗ってくるぞ。ナイスダメに対してね、あのパブロ狙うのは全然いいですね、ワンチャン狙うのは悪くはないけど、やっぱ味方と一緒に打てたら最高だったかな。さあこのチャージャーに対して逃げて、さあ今のチャージャーとかさ、ああやって詰めちゃえばパブロ勝てるけどね基本的に。でロボットムームが刺さっていくと。あれは誰かにロックオンしたロボットボムじゃないから、おそらく発動しちゃうんだよね、ヤグラ上で。あれはちょっと強い、あのロボムだけはちょっと強いんだよな。さあボムを投げていいよ、いいボム、いいボム。あーでもこれまだチャージャー乗ってんだよな、ノックアウトされそう。でもチャージャー倒してる味方がまだある、インクはない。だがしかしアイの選手はインク 1.3 積み、素晴らしい、ナイス、いいヘイト、いいヘイト。今ザップアイの選手になったからね、すごい。ビーターあったかすぎる、カウント8まで進んでんのよ、ナイスをしてる。あったけ、なんだこのあったかい職場は、あったかすぎる。がしかし孤独、孤独乗り、あ、させそう、惜しい。さあ3対3、3対3、熱い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 、やばい、アイナ選手危ない。焦ってる焦ってる、絶対こいつ焦ってる、絶対焦ってるって。インカイフしろ、ナイス着地。ああなんで、なんで今負けなかった、ある。あー惜しい、今の、今のチャージ相手乗ったんって何年だ、ギリッギリ、ナイス。いやでも悪くないぞ、かなり良かったんじゃないですか、動きは、動き良かったと思います。はい、何だったんだこいつ、上手くなりすぎてるぞ。はい、というわけで愛の選手くんの動画、前これ2本だったんでひび割れました。はい、でも B でこんだけ動けてるからすごいんじゃないか。このゾンビ 0.2 を変えよう、ゾンビ 0.2 と、まあなんかね、ステルスジャンプとかを詰めたら、まあ愛の選手くんにね合った感じになるんじゃないかなと思います。あとスパタン 0.1 とか 0.2 ぐらい積むと動きやすいんじゃないかなと思いました。というわけで皆さんいかがだったでしょうか。今日はね、友達のゲーム実況者愛の選手くんのですね、プレイをね、あーだこうだ言う動画あったんですけど、まあ僕は見てて楽しかったですね。普段 X で戦ってるんで、 B 隊のこの貴重な映像プラス愛の選手くんがね、ルール関与が高くて見て楽しかったです。それで皆さんチャンネル登録と高評価、コメントよろしくお願いします。それでは。